皆さんこんにちは今日もサバイバルフォンテンオブユースやっていきたいと思います前回の続きですね前回こちらのビミニ島の方を回っていってえ変な人形を取ったところですね でもう周りの方は一応何にもないので真ん中の方のボス目指していきたいと思います。それで,です、ね、金を前回取ったと思うんですがこちら持ち帰っても特に溶かすこととかできませんでしたのでおそらくこの建物の中にひょっとした加工所があるのかもしれませんので、まあ、これブループリントを見て合計5個かな。 え、必要だったので、とりあえず5個持ちました。え、それとですね、帽子、まあ、これ、胸部は海軍のコートを拾ったので、え、それ以外は鉄製の防具にしてみました。え、それと、ま、道具の方もちょっと余っていたので、鉄製のサーベルを作ってきましたので、え、最後の戦いになるのかわかりませんが、ちょっと備えていきたいと思います。 ええと、で、ここからはま、まっすぐ目指せばいいだけですので、そのままちょっと目指していきましょうかね。食べ物と水もしっかりと持ってますので大丈夫だと思います。あとは変な怪我とかがなければ問題なしだと思いますけど、あればまたちょっと薬が必要かもしれませんね。 さあ、ここも直線で、えー、ちょっと高いところですけど、そーっと降りていきましょうか。よし。さあ、OK。ここは大丈夫ですね。で、こっからが、まっすぐにとりあえず行くと。 えー、ここは超えていく感じなのかなこっちの方角で間違いはないので、もうあとはひたすらまっすぐ登っていきましょう。ヘビさんちょっと気をつけるために集中モードを使っていきます。ちょっといますね。ところどころヘビいますので、えこいつらだけ気をつけていこう,うーん。で、なんかお宝マークとか見えてきましたねうん。場所的にはもうちょい左か。はい。ちょっと集中モードは切ろう。 で、ここからまっすぐ。いや、もうちょいかなもうちょいか。もうちょい左か。はいはいはい。で、こちらの方ですね。よし。さあ、宮殿まで着きましたので、宮殿の中入っていきたいと思います。いや、ちょっと何があるのか、怖いですね。よいしょ。さあ、なんかいるかな特にはいないと。ヘビもいない感じですね。 オッケー。おーお,ーおー。なんか急に音楽が変わったぞ。これは何だろう。これなんか丸い光があるな。古代の石板、押す。あ、なんか来た。この石板の絵は後継者が泉に到達するために突破しなければならない試練を示していると。いうことで、なんか4つあるって感じか。もう一回押す。おー、ちょっと待って、動いたぞ。はい。 えで、新しい目標、泉への通路を探す。あ、なんか開いた。うーんと、これを一個一個クリアしていかないといけないってことかなあ、これ、あった感じがする。これありましたよねなんか、えー、海底洞窟かなんかのところかななんか拾ってきて3つ差し込んだ気がしますね。これをもう一回しないと。あ、ちょっと待ってよ。いやーなんか、 え、ちょっと待って、なんかもういるやんここいるのもういるやん。どうしたらいいほらああ、ダメか。さいることは分かってたのに、食らってしまいましたね。ということで、敵がいる中をとりあえず行けということですね。ちょっとこれ、迷路みたいになってるのかなうん左手沿いに、まずは行きましょうか。ここにいるのどこだうんまだいない。 とりあえず左手沿いに行こう。なんか焚き火かなんかをつけれるところがあるな。これめちゃくちゃそこにいるんだけどな。集中モードのおかげで。あ、しかもなんかやばい。針が出てる。え、これなんだ種。まだか大丈夫えー、っと、とりあえず左手側に行く。えー、っと、どこだもうちょっと前、これ迷子になったらやばいそうだな。 はいはい。まあいいや。とりあえず行きましょう。えーと、こちらに行って、壁を見失ったらすべて終わる。あった !1 個目、とりあえず発見ですね。えーで、こう来て、こう来て、こう曲がっていく。こっちですね。えーで、 いやー、いるのかななんか、平べったいやつがいるけど。あ、いる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 。やばい。よいしょ。危なかった。いましたね。ちょっとしかも暗い。これはランプなのか。つけること。あ、やばい。火起こし道具。持ってくるの忘れた。<laughs> 火起こし道具。置いてきちゃった。クロコダイルか。ワニさんいるのか。しまった。船に置いてきてしまいましたね。よいしょ。 よいしょ。はい、ケ、OK、ー。よーし。とりあえずこれで全部倒したかな集中していけば OK。ああ、なんかしかもあとどれぐらいであるとかわかる感じですかね。集中モードすごい。えー、ただ、すいません。ちょっと見づらいかもしれないですね。暗くて。うーんと、火をつけれたらよかったんですけど、あいまとか持ってきてないもんな。 集中モードでなんとか若干明るくなる程度ですね。いやー、ちょっと待ってよ。左壁外したかな待って待って。え、やばい、戻ってきちゃった。やばい、戻ってきた。<laughs> とりあえず1個はめよう。え、ちょっと待ってよ。ここだな、28メーター。これもう壁沿いとかに行くよりも、その方向に向かっていくようにした方がいいかもしれない。 火がつけられないのが残念。16メーター。あったあった。石板ありますね。これなんか借金が赤くなった借金ですね。よし。で、あと1個はどこだこれか。31メーター。ちょっと待って。どこから来たここからだからこのまま行こう。いや、本当に真っ暗だ。こっちの方角ということしかわかりませんね。え、8メーター。これ取り逃したのか違うな。 ここにある。こ,こいや、全然わからない。そこに行けないし、暗くて <laughs>、暗くて全然わからん。あった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 。ありましたね。とりあえず、これは OK。さあ、一旦ここから出ましょうか。さあ、なんとか出ることできましたね。ちょっと火つけるのやつ忘れてしまったのがかなり痛いですね。はい、次はなんか変な人形があって、2箇所あるな。 えー、金鉱脈。あ、これ金ありますね。金鏡鉱脈の場所を示すビミニの地図があると。あまあ、金は取ってきましたね。はい。えー、ということで、古代の像。あーなんか、こいつか。えおっと、なんか落ちてるぞ。本、重さの科学と。これは何だあ、原住民の火事あった。これですね。制作。 え、でもう一個のやつも作ると。ああ、よかった。金持ってきてよかったですね。あーなるほど。え、ちょっと待って。これで。あー装飾だけなんだ。装備はできない。金の装備はできない。で、こいつ、アイテムを通過する。ああ、なるほど。こいつに渡すのか。ああ、やばいやばいやばい。なんか、動いた動いた動いた。ああ、そういうことね。 はい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 。あ、そういえばこっちの方出てきたのはいいけど、差し込んでなかったな。はい、差し込んでおきましょう。これで動いた。さあ、あと2つですね。こっちは何ださあ、もう1個行こう。これリージョンごとになんかなってるのかなさあ、ああ、変な銅像あった。ここで使うのか、この銅像。さあ、銅像を使いましょうということで、 はい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 。隙間にこれ全部入れていけばいいってことですよね。おお、1個落ちてる。青色も持ってる。紫。で、オレンジ。で、緑と青。あ、緑がない。青はある。で、オレンジはあー、オレンジあそこか。で、最後の1個はここか。そういうことですね。もうちょっと一応、槍持ってきてよかったな。 持ってきたんですけど一応色色がある黄色はめてない一応念のために竹槍持ってきて正解でしたね。よし。OK。はい、これで OK。よーし。これで終わりかなはいはいはい。鳥の試練は終わりましたね。これで。いや、よかったよかった。本当にこれ持ってきといてよかったですね。えー、で、最後の一個なのかな さ最後の一個のクエストはヘビか。リージョンヘビのやつがあると。待って、怖いね。はい、大丈夫ですね。えー、で、ここは何だ新しい試練ヘビの試練と。食材の、あー、嘘だ。食材を取ってこないといけないのね。これなんだうんと、ま、なんとなく場所はわかりましたけど、何が必要なんだろう だけかなあ,あ、ちょっと待って、カーピーの花は取った。えー、ポーションの製造にはカーピーの花、青磁の花、アロエ、腐食土が必要ということで、これを探してきなさいということですね、えー。カーピーの花は船に確か積んだと思うので、ちょっと船取ってきましょうか。 はいえーまずカーピーの花を取りに行くところですが一番最初ですねこれ政治が必要なので政治をまず取っていきましょうえでカーピーの花を船にちょっと取っていきたいと思いますさあこちらですねカーピーの花の方はゲットしましたのであとアロエと腐葉土みたいなやつを取ってこないといけないえでなんか1個は右側だった たような気がしますのでえ、向かっていきましょうか。おそらくどっかにあるのかなうーんと、アロエはどこなんだろうカイマン。たぶ地図上ではこの近くだったと思うので、まあ、この辺りをちょっと見ていきましょうかね。はい、こちらですね。水源のところですね。え竹がいっぱいあるところに、とりあえずアロエがありました。 うーんと、あとはこの斜めぐらいに、うーんどこかなこのイノシシがいるあたりが確かマークついてたんですけど、あと一個がどこかなんかここら辺ですね。あとは不用途を見つけるだけなんですけど、うーん それがどこにあるかがわからないですね。まあ、とりあえずこのワーニー付近か、まあ、とりあえずこの辺をちょっと降りてみたいなと思います。確か印、あ、そっか、あれを見ればいいのか。西を見ればわかりますかね。えっ、ー、と、どこだうーんと、あった。これだな。ビミニの植物が書かれたマップということで、ここですね。えー、アロエがここにあった。 なのでこれなんだろうなんか変なツタの下側に何かがあると思いますのでちょっとこちらを見に行ってきましょうか。うん、ツタがあツタハイビスカスかツタがあるあこれの下なのでひょっとしたらこのワニの付近かもしれないな。まあい,いやちょっと見てきましょうか。やっぱりハマったかな大丈夫かな。さあもう距離はそこまで遠くないので危ない危ない危ない。 ええと。あ、こっちの方ですね。もうちょいか。あれだ。集中,中モードでワニを、あ、いるね。ワニいるね。この辺りだと思うんですが、ここかな。いや、怖いね。よし、ボウガンで行くか。ヘビも近いのかヘビいない。ちょっと待ってよ。ちょっと遠いな。なんか見つかったような音楽はされてますね。 出るなあ当るかどうか分からんけど打とう。よし、来た。175。これでも倒せない。もう切るか。サーベルで切っていきましょう。やい。あ,あ、食らったのか。よし。1匹とりあえずゲット。あ,あ、やばい。ここなんかマラリアかなんかなるのかなさあ、あと1匹はダメージ負ってるので、まあ、このまま切っていけば大丈夫と。で、OK。 えーで、あ、クロスボルトも引っ張りましたね。まあ、ここらはいらないかな。問題は、この付近を探さないといけないことだな。なんか、霧がかってたところ。これなんだスクラップの山。これ沼はどうだ沼はやばいのかいや、やばい。どれかわからん。カビ。あ、ちょっと待ってよ。カビか。薬の方の、 え、やつが終わったって出ましたね。え、不要度じゃないのかカビなのかはいはい。とりあえずこれで一応試練の方が終わったみたいですね。あ、一応なんかこれあったのかなうーんと、機械で薬を作る。あー、迷宮、あ、これは、これ、これ、ジャガーのやつ終わったと思うんだけどな。さあでは、これで大丈夫なのかわかりませんが、 一度中央に戻って薬の方を調合してみましょうか。さあ、それではもう一度神殿に入っていきます。えっ、ー、と、とりあえず、このままで OK かな。えー、で、こちらの右ですよね。こっちはなんか人形のやつ。あ、こっち、え、ちょっと待って、これが、あれこれがてか。あ、そうだ、ここのボタンの上。 えー、ヘビのここが終わってないと。あとは全部終わってるので大丈夫ですね。なんか知らなきゃいけど、3つのやつ、えー、クリアになってなかったな、えー。で、こちらの方に入れていくと。素材を追加すると。ああ全部入りましたね。オッケーなんだなんだ。最後、なんか違う。カビが、えー、最後のやつでしたね。おー。さそして偉大なるヘビの薬というのが取れましたね。 OK。これで一応終わりかなはい。で、このボタンが全部光ったので、これ押せばいいのかな押していきましょう。さあ、若返りの泉ということで、この先に進むと、おそらくボスがいるという感じになっています。 えということで、とりあえず今日のところはここにで終わって、また次回ですね。えー、この続きやっていきたいと思います。まあ、次回が多分最後なのかな。ボス倒していく感じだと思いますので、頑張っていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。